今回は GCAP グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラムミーについて見ていきたいと思います。日本、イギリス、イタリアの3カ国が協力して作り上げた脅威の機体です。ファンボロー国際航空ショーで初披露されたその姿を映像でチェックしましょう。防衛省は航空自衛隊の F2 戦闘機後継機として日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP で開発を進めていますが、2024年7月にイギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーで、そのフルスケールコンセプトモデルを、イギリス側の開発担当企業 BAE システムズが公開し、話題となりました。この BAE システムズの将来戦闘機システム事業部のジョン・ストッカー氏の発言を紹介します。3カ国での共同開発は大変嬉しく思う。2022年12月に3カ国共同での開発発表後、約20ヶ月が経過したが、その間3国の政府間及び企業間の調整はうまくいっている。企業間の協業に関しては、機体デザインが進んだので、ファンボロー航空ショーでは、各国政府からの要求を反映したフルスケールモデルの公開を行ったとのことです。そして、今回のコンセプトモデルは、各国からの要望をある程度反映したとはいえ、最終形状ではないと述べました。追加として、BAE システムズと三菱重工、イタリアのレオナルドが主導する形で、GCAP に参画する他企業との協業も順調に進んでいる。2025年に、機体全体の設計を進める段階となり、2035年には戦闘機を就役させて運用開始を目指す。すでに共同開発発表後の約20ヶ月間に2025年以降の計画を立てたとも説明しています。ストッカー氏は、さらにエンジン開発についても、現旧 GCAP のジェットエンジン開発は、機体と表裏一体に統合され開発されるべきシステムである。開発の契約主体の BAE システムズ、三菱重工業、レオナルドの3社が密に連絡を取りながら管理する必要がある。そのため、この3社間で開発スケジュールについて綿密に調整を行っているとも述べました。また、エンジン開発の進捗状況は現在デモンストレーションの段階に移っているものの、現時点では機体開発に合わせてエンジン開発が進められているとしか話せない。しかし、関連企業間の調整はうまくいっているということで、機体開発と同様に順調であると強調したということです。この GCAP 戦闘機に搭載されるエンジンは、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI が中心になり、実証機開発を進めているそうです。ロールス・ロイスの公式サイトを見ると、本エンジン実証プログラムは、日本、イギリス両国が、将来必要になる戦闘機を開発するための重要な一歩である。将来的には、両国で数百名の雇用創出につながる可能性がある。エンジン実証機の共同開発は、2024年初頭からの開始を予定している。イギリス政府は、開発計画に3000万ポンド約45億円の初期投資を行い、2億ポンド約303億円の予算で、実物大の実証機開発を行っている述べました。BAE システムズの防衛部門の事業開発、フュージョンプログラム担当エグゼクティブ、副社長のアレクサンダー・ジノ氏の発言を紹介します。2国の航空産業関連業界から作ったチームは、それぞれの次期戦闘機の要求が叶うよう、テクノロジーを互いに補完し合うだろう。よりクリーンかつ強力な推進力を持った共同エンジンの実証プログラムは、世界最高の戦闘航空能力を結集する機体に満ちた機械だろう。さらに、防衛航空宇宙産業の将来を支える重要なテクノロジー開発を可能できるというものでした。そして、ロールス・ロイスは、日本とのパートナーシップには長い歴史があり、1960年代、昭和35年から技術、エンジニアリング、サプライチェーン関係を発展させてきたとして、川崎重工業、三菱重工業、IHI、住友精密工業などと、リスク収益分担パートナー、RRSP 提携をしている発言。このエンジン実証機開発プログラムに従事する日本人は、5000人以上と明らかにしているのです。
GCAP の開発コンセプト以前から、日本の次期戦闘機開発コンセプトとして挙げられていたものに、2010年8月、防衛省が、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンというタイトルで公表したビジョンがあります。その中に、将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターが提唱されていました。また、20年後の2030年頃までに実現させる5つの目標が提示されていたとか、1クラウドシューティング2次世代ハイパワーレーダー3敵を凌駕するステルス性能4次世代ハイパワースリムエンジン5電子戦に強いフライバイライトなどの5点が掲げられていたそうです。30から40年後である2040年から2050年頃に実現させるものとしては、将来アセットとのクラウド、ライトスピードウェポンなどが掲げられていました。このうちの次世代ハイパワースリムエンジンは、IHI が開発を進め、2018年6月、守る省技術研究本部、現在の防衛装備庁に、同社が新たに開発したターボファンエンジン XF9 の実証機が納入されています。納入された XF9 は、コアエンジンに、ファンと低圧タービン、アフターバーナーなどがついていて、実際に搭載できる状態だったようです。当時、防衛装備庁が発表した所言では、エンジン本体の全長約 4.8M、空気取り入り口直径約 1M とかなりスリムで、その推力はあくまでも試験ですが、アフターバーナー作動時の最大推力15トン以上を発揮したとみられ、アフターバーナー非作動時でも推力11トン以上という高スペックなエンジンとみなされたのです。数値だけをとっても、アメリカ空軍の現時点での主力製空戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F2 にラプターに、搭載の F119 エンジン全長 5.16 メートル、空気取り入り口直径 1.168 メートル、最大推力 15.9 トンと推測されていることから判断しても、XF9 がハイパワーでスリム、しかもコンパクトなエンジンということがわかるかと思います。XF9 は、防衛装備庁船載試験場地上燃焼試験設備で運転試験が実施されました。2019年4月10日に最大推力確認試験の様子が動画で公開され、そのスペックが確認されたということです。また、XF9 にはスタータとジェネレータ、発電機を一体化した新開発の小スペース型スタータジェネレータが搭載されています。これは、180kW という高発電容量ということなので、高性能センサーや下機関性の使用、様々なプラットフォームとの情報連携や電子戦への対応など大電力を消費することが予想される将来の戦闘機に対応していると思われます。前出のストッカー氏が言ったデモンストレーションしているエンジンが XF9 なのかは定かではありません。しかし、防衛装備庁の発表内容が事実だとしたら、ロールス・ロイス側が、XF9 の性能を認めた上で、それをベースにしたエンジン開発を進めているのは十分に考えられます。つまり、2035年までに完成させ配備するという当初計画が現実味を帯びてきたとも言えましょう。BAE システムズが発表した機体のコンセプトモデルでは、これまでの三菱重工業による次期戦闘機や、BAE システムズのテンペストのイメージとは違って、主翼がデルタ翼となっていたことにも注目されたそうです。面積が大きいデルタ翼にすることで、翼内の燃料タンクを大型化させ、航続距離を稼ぐと同時に、主翼が広がったことで、揚力が増えるので、ミサイルなどの重量増強を目指したのではないかと推測する声もあるようですね。正しいところはいずれわかるはずです。今回、BAE システムズがコンセプトモデルを公表したので、政権交代したイギリスは GCAP を離脱するのでないかはという噂が立ったのですが、現時点では順調に推移していると確認されたので、この次の動きが注目されるでしょう。今回のファンボロー国際航空ショーでの展示は、GCAP プロジェクトの進捗を世界に示す重要な機会であり、参加国間の連携と技術力の強化が図られています。秘密裏に計画を進めているので、大々的にはしないのではと思っていましたが、恣意的な意味も含めて世界に乗り出したということでしょうか。今後も、この共同プロジェクトが、国際的な防衛産業において、
重要な役割を果たすのではないかと期待する声も多いようです。このモデルは各国からの要望を反映しつつも最終形状ではなく、今後の開発でさらなる進化が期待されています。また、エンジン開発においては、ロールス・ロイスと日本の IHI が主導し、高性能な新型エンジンの開発が進行中です。この共同プロジェクトは、2035年の戦闘機収益を目標に、今後も各国の緊密な協力と技術交流を通じて進められる予定です。GCAP は、将来の航空防衛技術の方向性を示す重要な指標として、世界各国の防衛産業に大きな影響を与えることが予想されます。